2020年のオートサロン展示させていただいた G63 ワイドキット、はい、弱ということで、これは出てるんで発表してますけど、約100万円ぐらいするホイールでございます、はい、安定ですねこのビジュアルの車があのアクラコサウンドで飛んでくるんですよ、すごいね。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG G63 2019年式1万1000キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。 G63 は紹介しますって言ったんですけど、はい、車の紹介はもういいですね。いいですかね、はい、もう皆さんおなじみのところだと思いますので、今回はこの、うん、パッと見でわかるこのカスタマイズの部分を中心にご紹介させていただきます、はい、でもう詳しい方だともうお分かりの限りだと思います。なんとこちら2020年のオートサロンですかね、そうです、展示させていただいた外装をマンソリーのコンプリートで仕上げた G63 になります、うん、はい、まあ、うちのブースで展示させていただいた個体ですよね、うん、はい、まあ、その後販売させていただいて、まあ、戻ってきた感じになる、はい、うん、でもうコンプリートカー、はい、デモカーとして展示させていただいた車なんで、うん、もうマンソリーのパーツが盛りだくさんということで、はい、まあ、その辺を詳しくご紹介させていただきます、はい、まず前回りでいくと、うん、これワイドキットがついてる、ワイドキットですね、はい、なんでもうバンパー、うん、フェンダー全交換ということで、はい、車のデカさが半端ないです本当ですね、いろんなワイドキットありますけど、はい、チューナー出てますけど、うん、一番ワイドになるんですよ、あ、マンソリーが、あ、そうなんですね、はいはい、でもうフェンダーとか、うんうん確かにナローを乗ってる方だと、はい、もうどんだけだよっていうぐらい、本当だよね、巨大だね、あの AMG も出てるじゃないですか、はい、そこからさらに出てるという、はい、であとはこのフェンダーがこう純正のフェンダーって、うんうん、ボディからちょっとボディが出て、うん、そこからフェンダーなんですよ、うん、それがこうなくこうバチッっていう、うん、だからカクカクってなってるんでシルエットがかなり変わってるワイドボディ、うん、そしてバンパーもごっそり交換なんで、はい、この辺がもう、うん、マンソリーうまいっすよね、やっぱり。そうですね、まとまってます、デザインがね、たまにおっと奇抜なの来たなっていうデザインありますけど、ありますね、ゲレンデに関してはかなりまとまりがいい、確かに、でもこの辺はしっかりこうマンソリーでこう、はい、攻めてるところは攻めた、そうですね、でこれ見えるところだけじゃなくて、はい、全部ドライカーボンなんですよ、そうなんですよ、もうレーシングカーの素材でおなじみ、はい、ドライカーボン、ドライカーボン、あのこのサイズのパーツがこう焼ける窯があるのがまずすごいな、すごいですね、まあ、それはもう世界的に、うん、まあ、技術の高いマンソリーができるところから、うん、で実はマンソリーって、はい、まあ、ここだけの話なんですけど、うん、いろんな他のものも作ってるみたいですよ、うん、まあ、純正にカーボンパーツ供給してたりと、なるほど、はい、まあ、詳しくは説明できないんですけど、まあ、そのぐらい、まあ、裏方としても、うん、実はそのカーボンの技術ってめちゃくちゃ有名らしいです、素晴らしいですね、で今回非常にコンディションも良く、うん、はい、まあ、元々ドライカーボンって強度もあったりだとか、そうですね、ありますからね、熱意にも強かったりだとか、はい、そしてあとは今回マットブラックでこれ全部ラッピングされてる、ラッピングしてますということで、うん、まあ、一周全部、はい、車がラッピングされてると、はい、で今回せっかくなんで、うん、エアロキットの金額も本当はあの多分本国から怒られちゃうんで、はい、定価を一応提示しない販売の方法を本国の方から指示されて、はい、うん、まあ、日本でもそういうプロモーションやってるんで、はい、金額っていうのはあんまりこう表立ってバチン出てないんですけど、うん、まあ、今回動画なんで、はい、あのふわっとですけどふわっと紹介させていただきますけれども、はい、紹介する前に、はい、一応今回ご紹介させていただく金額はあくまで今日現在の定価の話です、はい、なんで今後、まあ、今パーツ原材料でこう、そうなんですよ、上がったりだとか、はい、あとはもうすでに上がってるんで、うん、え、俺買った時だいぶ高いなっていうのもあると思うんですけど、うん、その辺はあの、はい、あくまで今日現在の金額でございます、はい、まずこのワイドキット、はい、まあ、ざっくりですけど、はい、600万円弱ということで、おお、まあ、もうちょっと踏み込むと580万円ぐらい、はいはい、もちろんパーツ代だけですの で, です、ね、取り付け別途でございま す, ございます、はい、それが今回ついてきてます、はい、これじゃあ総額とんでもない金額に、これ後で計算したいと思います、はい、そしてあとは今回の車はボンネットの方が、はい、これ乗っかってると思いきや全交換なんですよね、うん、その通り、これ全部マンソリー製のドライカーボンボンネットです、はい、純正形状なんか残ってますね、ここ、うん、そうですね、でそこにこうダクトがついて、うん、こう横パーツがついたりして、はい、かなりこうボンネットの厚みも出てる、うん、こちらのパーツ、これも全部フルラップされて、で当然もうこっちの場合は、うん、バンパーみたいにカーボン目が一切出てないんですけど、そうですね、もうすべてドライカーボン製、ね、
ちなみにですね、こちらがなんと147万円いたします、はい、そしてですね、1点残念なお知らせをしなくてはならないんですけども、これちょっと巨大な飛び石を食らってしまいまして、そうですね、ここだけ残念ながら、うん、で今回これちょっと目立つ状態なんですけれども、ご納車の際は、うん、まあ、極力目立たないような施工させていただいて、そうですね、販売させていただきます、はい、もしもう完璧な状態がいいんだという方は、うん、あの交換になってしまうので、はい、それはあの購入時にご相談いただいてになるんですけれども、うん、はい、まあ、もちろん交換なんかもできますし、あとは2バージョン出てるんですよ、ボンネット、これと形違うやつも出てる、はい、だから、うん、イメチェンもじゃあせっかくだからしちゃおうというのであれば、そういったご提案も可能でございます、はい、そしてあとはもう全体的に全部黒くなってますね、うん、ライトパッケージ で、 そうです、この辺なんかも黒くなってますし、はい、グリルも全部黒くなってますし、はい、あとはですね、うん、エアロキット買ってもつ、うん、いてこないんですよ、そうなんですよね、ついてこないんです、そうなんです、はい、別売なのでございます、はい、このオーナメント12万円だ、うん、素晴らしい、はい、そしてこちらちっちゃいカーボンのパーツ10万円いたします、わお、はい、これ2パターンあるんですけども、あの、はい、光る方の高いやつが、あ、そうですね、はい、はい、ついてございます、これもこんなにちっちゃいパーツなのにドライカーボン製、はい、そして目が全部揃ってるんですよ、これすごいわね、細かい、なんかもうちっちゃいパーツだからもうカーボンの目が雑とかっていうのも一切ないんですよね、はい、こんなのもしっかりついてきます、うん、そして横に回っていきましょうか、はい、今回は、うん、イベント展示車両ということで足元も非常に豪華でございます、はい、エール13の24インチが装着されていると、24ですよ、かっこいい、ゲレンデもマックスサイズが、はい、でちなみに、うん、これその当時オートサロン展示なんで、うん、今年すごくなんか、まあ、去年末今年エール13こうすごい盛り上がってる感じするじゃないですか、はい、実は2年前にも、うんうん、なんとこれが装着されていると、うん、でこれもボディカラーに、まあ、雰囲気合わせて、はいはい、ちょっとスモークがかったブラッシュドのフィニッシュですけれども、こちらが当時はマンスリーでしたよ、ショーの時は、あ、そうですね、ショーの時はそっか、はい、外装コンプリートでその後にアナーキーでエール13、2回ホイール入れてるの、はいはい、前オーナー様が、はい、もうスニーカーのように履き替えて、履き替えて、はい、最終的にこれに落ち着いたという、そうなんです、こちらのホイールが、はい、デザイン的には D008、はい、これも金額これは出てるんで発表してますけど、うん、約60万円ぐらいするホイールでございます、はい、まあ、あとはそのフィニッシュだったり、まあ、うん、前後はあると思うんですけど、そうですね、こちらがピアスボルトが出るタイプの、うん、ピアスボルト黒いタイプですね、はい、ハードウェア黒いタイプ、こちらが装着されています、これもだからついてくると思ったら4本でだって200万円超えてくるわけじゃないですか、はい、タイヤ工賃入れたらもっとなわけじゃないですか、そうですね、これかなりお得ですね、かなり、そして今回コンプリートということでキャリパーも黒くペイントして、はい、マンソリーの、はい、ロゴも入っていると、そうですね、でこれも後からやろうと思うと費用もかかりますし、うん、はい、あとはキャリパーペイントって日数どうしてもいただくじゃないですか、はい、で外してる間車は動かせないので、動かせないですね、まあ、預かって塗っときますねっていうことができないんで、はい、まあ、その辺のメリットなんかもかなりあるかと、うん、そして今回の車はしっかりローダウンもされてます、購入後この辺にお金がかかることもないということで、はい、この味、そして出面ももうバチバチです、うん、バチバチですよ、これだけワイドになってるんで、はい、なかなかスペーサーでも大変ですし、うん、合うホイールもないと思いますけれども、はい、L13 でしっかり合わせてありますので打ち合わせっていうんですよね、うん、これはそうです、はいはい、バチバチに仕上がっております、うん、そしてあとワイドキットに含まれますけれども、この辺、はい、カーボン丸出しのどでかいダクトが、はい、もう単品で見たらサイズ感おかしいぐらいなんですけどこの大きいフェンダーがついてるんで、はい、非常にこの辺もまとまりよくついてございます、であとこれもオプションなんですよね、そうですね、はい、こちらがですねなんと3万円、うん、グリルに比べるとイルミネーションがない分か若干安く感じてしまうんですけども、はい、このちっちゃいのもこれも全部ドライカーボン製ということで、すごいですね、でこのロゴも塗ってあるんですね、はいはい、こちらも装着されてございます、あとは他にも全部ブラックアウトされてて、うん、ここも塗ってあるんですね、そうなんです、これ素地感はじゃあ極力消して、はい、よく言われるのは、うん、こっちはって言われるんですけどこれ塗れないんですよね、そうです、はい、なんかゴムと一体のパーツみたいなので、そうです、そうです、こっちは塗ってないんですけど、はい、なんとこことあとドアハンドルもしっかり塗ってると、なので非常にまとまりがあるのと高級感が出るような仕様になっています、はい、あとは
サイドステップもグロスのブラックですか、ね、グロスにしてあります、サイドステップは、はい、ラッピングでしてあるんで、はい、まあ、もうこれはもうボンドスタイルというか、はい、各店定番ですけれども、もう定番ですね、はい、消してあるとだと今回、はい、非常にポイント、うん、こちらでございます。出ました、アクラボビッチ製のフルチタンマフラー、はい、素晴らしい。でしかもこれ、はい、ただのマフラーじゃないんですよ。ないですね。なんと世界限定40本、そう、日本の割り当て5本らしいですよ。ですよね、はい、だから、うん、まあ、少なくとも並行輸入とかされてなければ、うん、日本に5台分しかないマフラーが、これめっちゃいい音するらしいじゃないですか。めっちゃいい音します。これ音は後で聞いてみたいと思います、はい、なんかこれ黒くなってるのが限定のという。そうです。でもちろんフルチタンなんで、まあ、軽量ですし、はい、まあ、非常に音も響くような設計になってると、うん、はい、だと今回の車電動サイドはないんですよね。なしです、はい、なんでこの辺もご相談いただければ、うん、もしかしたらその取り付けの関係で、はい、マフラーのそうですね、フィッティングがあるかもしれないんで、はい、まあ、この辺はパーツ販売のスタッフご相談いただいてになりますけれども、はい、まあ、ローダウンしているとはいえ、はい、追い込みづらいよとかっていうのがあれば、電動サイド足すこともできますので、お気軽にこの辺はご相談ください、はい、そして後ろも、うん、このコンケーブスからね、すごいね。ゲレンデって言ってもそんなに多分できないと思うんですよ、はい、幅結構広いの履けますけど、うん、だからそれがこのワイドフェンダーに合わせてなんで、はい、もうスーパーカーみたいな、本当です、このサイズが入ってます、うん、で今回距離も1万キロということで、はい、全然タイヤも全然大丈夫ですね、まだまだバリ山ですね、はい、この辺も後から買うとなると結構出費結構な金額ところじゃないですか、はい、まあ、消耗品も見ておきたいところなんですけど、うん、これもしっかりやってます、はいはい、そしてあとは後ろのバンパーも、うん、こんな感じでワイドキットのバンパーになって、これテールランプ塗ってあるんですかね。そうです、ちょっとワントーン落としたテールランプ、そしてあとは背面タイヤがスムージングされているということで、はい、そうなんです。これ背面タイヤ外すと、うん、大きいこうベースがボーンって出てくるじゃないですか、はい、でそれを隠すこう化粧板というかいろいろあるんですけども、うん、今回はなんと全部スムージングしてなくしちゃってると。そうです。これ一番お金かかるやつです。そうです、はい、なんで、まあ、この辺背面タイヤありなし規模あると思いますけど、はい、戻すっていうのはなかなか厳しいと思うんですけど、はい、まあ、この辺は、まあ、好みに応じて、うん、まあ、オーナメントを後からつけるっていうのは多分できると思います、うん、あとは背面タイヤなくなると結構便利だって言われるケース多いんですよね。要はギリギリまでバックできるんで、確かに、まあ、バックカメラ通りいける、うん、はい、で後ろも攻められますし、うん、あとは後ろの後方の視界もかなり良くなるんで、はい、まあ、スタイリングの好き嫌いあると思いますけど、まあ、利便性はかなりある、うん、あとはルーフのスポイラーが、はい、こちらもカーボン製の、はい、マンソリーのものがついてございます、うんうん、これも発表します。56万円でございます。わお、まあ、別にその金額をアピールするブランドではないですけども、ではないですけどね、まあ、そのぐらい伴った、まあ、はい、あちらの金額に伴ったクオリティのものが、うん、まあ、ちゃんと装着されていると、はい、こんな感じの改装になっております。じゃあ内装も外から軽くご紹介させていただきたいと思います、はい、そうですね、まあ、もう皆さん昨日だったりに関しては ご承知の通りだと思いますし、はい、仕様ももう多分見尽くしていると思いますので、うん、今回は黒で全部まとまった、外装とのまとまりもじゃあいいですね。そうですね、バランスがいいと思います。でステアリングは後からカーボン加工と、はい、パンチングレザーの仕様になっていると。はい、そうです。でこの辺やっぱり距離まあ薄いんで、うん、使用感ないの当然ですけれども、はいはい、まあ、次のオーナーの方にも、乗りやすいからと。そうですね、はい、そのままも全然、あとマットなんかも合わせて、はい、こちらも非常にコンディションがいいんで、うん、まあ、後からなんかこう消耗品のようにこう変える必要もないのかなと、はいはい、こんな感じの仕様になっております、うん、マフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、行きましょう。ヘリカさん、すごい大変なことを今気がついたんです。おっと、どうした？ボディカラーの説明一切してないです。お、やばくね？マットブラックのラッピングですね。そうです。はい、なんで剥がせばグロスのブラックが出てくるということで。うん、その通りです。はい。はい。なんで結構この辺の改造車だと、うん、有名な車だとちょっと乗りづらいなんていうこともなくはないと思うんですけれども、はい、そういった場合は剥がしていただければ。はい。はい、
エメチェンも、うん、いっそのこと他の色にラッピングすれば、それ良くない？はい、うん、なんかサンドベージュかなんかに最高だねそれでも本当に雑誌級っすね。あ、そうだね。はい、参りましょう。はい、この特別感やばくないですか？やばいね。でもさ、そのラッピングの話だけどさ、はい、なんかどうせやるならさ、はい、なんかツートンにしてみたいよね。あ、最近そのモノトーンはもうやっぱりありふれてるわけじゃないけど、はい、まあ、定番で普通にみんな色ね変えるじゃないですか、はいはい、マットブラック、マットガンメタとか、はい、だったらなんかこうツートンで、いやでもそのぐらいぶっ飛んだことしてもこれだったら成立すると思う。成立しますね、うん、ドノーマルの車でツートンだとちょっと色の方がそう先に走っちゃってる感じしますけど、うん、これだったらもうよほど派手なことしても成立なりますよ。だよね、はい、ていうかそれぐらい飛び抜けたこともいいよね。だってエッセンモーターショーに出したやつってこれ迷彩っすよ、うん、いいねそれはフィリップ・ブレインとのコラボのやつだったんですけど、はい、でもそのぐらいやっても負けないボディが。このフェンダーとボンネットすごくないですか。これすごいね、こんなに見えちゃうっていう。これ中からのインパクトの方がでかいっすよね。そうだね、確かに、から、うん、ボンネットなんか長くなったように見えますもん。ああ、本当だね、ロングノーズに見える。だと皆さん気になるとこといえばこの24インチ、うん、295でしたっけ、はい、そうです。これの乗り味どうなんだっていうところを、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、あとは外にこうタイヤが出てるんで、うん、なんか最近オフロード系の YouTube のチャンネルっていうか僕好きで よく見てるんですよ、うん、でオフロードでそのタイヤ外にすると、うん、結局、まあ、手でこうタイヤ持ってるとしたら、うん、それを押さえるときにこう、うん、遠くのものをこう押さえるよりかも、うん、近くの方がこうしっかり押さえられるよねっていう、うん、それと同じ理屈で、はい、その回転の中心からタイヤが遠くなると、うん、割とこう振られやすくなったりとか、はい、ハンドル取られやすくなったりとか、うん、でもそれは、はい、あのオンロードっていうかね、まあ、僕ちょっとだけ走ってたそのサーキットとかでも同じこと言えますよ。アイドリングストップ、精神衛生上良くないんですよね。何がアイドリングストップ、はい、これあ、切りました。はい、マフラー、はい、行きます。行きましょう。アクラポサウンドと、おい、安定ですねやっぱり早いわ。このもう力でねじ伏せてる感じ。アメ車かっていうぐらいのこのバラバラの、うん、すごいね、バラバラ言ってる V8 と、うんうん、この今何千2000回転ぐらいですけど、はい、2500回転ぐらいのドロドロ感も、うん、もうザ・ V8 って感じですよ、はい、もうどうだって感じだよね、はい、最近ありがたいことにいろんな SUV 乗せていただいて、はい、最初の G63 のイメージと最近だいぶ違います僕。あ、本当ですか。あの初めて乗った時って、うん、もう先代と全然違う、はい、もう本当にあの乗用車ライクになったなと思ったんですよ、うん、けど最近いろんな SUV 乗せてもらって改めて乗ると、うん、あのかなりこう SUV らしさ残ってますね、はい、ラダーだし、うん、動きはこう唐突だし。そうだね、はい、先代みたいなガタピシ感というかなんていうんですか、うん、もうこんなんじゃないですか。もうそうだね、後期はだいぶいいんでしょうけど、はい、それに比べるとだいぶマイルドになってますけど、うんうん、ちゃんとなんからしさ残ってますよね、うん、確かに。だからこの段差とかもこう揺られるじゃないですか、はい、SUV の車乗ってんなっていう、うん、でもなんだろうね、不思議とその不快感はあまりないね。あ、そうですね、うん、あとは適度にこのなんていうんですか、路面が分かってこう揺れがあると、うん、逆にその酔わなかったりとか、ユージさんも言ってましたね、はい、ゲレンデにしたら子供が全然言わなくなった、うん、目線の高さと姿勢とこの乗り心地ってすごくその、うん、大事だっていう、うん、どうタイヤホイールなんかちょっとバネした重量感感じる感じ。少しだけっすね、うんうん、多分でもそれ重さじゃなくて、はい、なんかデカさとタイヤの扁平とって感じな気がします、うん、太さとね、はい、あとタイヤが外に行ってるんで、ね、ステアリングフィールは若干こう、うんうん、まあ、重くなってるというか、うん、はい、でっかいタイヤ入ってるなって感じしますけど、うん、でもそんなに極端に分かんないですよ、ね、うん、骨太感は相変わらずだね。あとは多分ダウンサスによるその車の動きの方が大きい気がしますね。ああ、確かに、はい、それはありますね。タイヤホイールとかよりも、うん、どうしてもストロークがその分なくなっちゃうんで、うん、で
全然乗れます、うん、いい感じですね。ワイドだな。え、ワイドだな、うん、いや後ろのそのミラーから見えるフェンダーのサイズ感がすごいね。すごいっすよ。確かにあのポルシェの RWB ぐらいリアフェンダーバチェンって出てんじゃないかっていう。いやこの特別感はないっすね、うんうん、で今のゲレンデほんと装備いいし、はい、マッサージにシートヒーターにベンチレーションですよ。そうだよ、はい、最高じゃない。エアコンも3ゾーンでしたっけ。うん、はい、3ゾーンなってますし、マッサージですよね。うん、やっぱりこの視界の良さじゃないですか、ゲレンデはやっぱり、うんうん、確かにそうだね。フロントガラスがほぼ真っ平、うん、わずかにラウンドしてるんですよね、はい、でも乗ってるとそんなに感じない。助手席の私目線のところってやっぱいいな、はい、うわこれアクラポすごい、すごいね、いい音だね。地鳴りみたいな音してます、ね、おお。あ、いいわやっぱアクラポだな、いい音だ。このビジュアルの車があのアクラポサウンドで飛んでいくんですよ。すごいね。しかも今、うん、コンフォートですからね。はい、うん、うわすごいな、すごい。もう本当になんか強引に力でねじ伏せてますね、もう音とね、はい、でもさ、なんかこう、はい、なんていうの、ちゃんと踏ん張ってる感があるからいいよね。そうですね、うん、いや足がもう大きく変わったじゃないですか、仙台から。はい、でそこでまあ乗り味が大きく変わってるのと、うん、走行性能が、うん、仙台で言ったら信じられないスピードで走れますからね、うん、高速。確かにすげえなこれちょっと どこまで撮れてるか分かんないですけど、うん、これはすごいアクラポ。でもこの先電動がこれ控えてるじゃないですか、うん、どうなるんですかね。どうなるんですかね。でも間違いなく言えることは、車としては相当良くなると思うんですよ。そうですね、はい、さらに重心も、ね、低重心化になって車の駆動も、それ思いました、はい、ね、それめっちゃ思いました。 G クラスって意外と重心位置が高いから、はい、だからそれが顕著に出るのかなって思います。ただ僕個人的な意見言わせてもらっていいですか、はいはい、電動化にしてまで残します、この車。あ、いります。でもコンセプトで出てましたよね、この電動。いや出てる出てる、背面タイヤ四角いやつ、そう、うん、とかいるのかなと思って、うん、まあ言ってみたらシティユースで乗る方も当然多いですよ。でも元々の始まりって完全にクロスカントリーなわけじゃないですか、はい、オフロードですよね、はい、電動化の時代にこの車っているのかなちょっとふと僕思ってるんですけど。あともう一個気になったらここなんですよ。はい、ここが電動化になる。今これを残したわけじゃないですか、はい、うん、これがどうなるのかっていう。じゃあ残してもらいましょう、はい、電動化であえて。そうデフロックですか。そうデフロック、うん、すげえな笑っちゃいますよね。だから笑っちゃいます。そこそこのスピードでもコーナー入っていけるし、うん、本当だね。ガーって踏んでいけるかって言ったら、うん、あれですけど。いやでも結構な、うん、あの速度域で曲がれちゃいますね、そうそう、この巨体で。で思った以上にそのワイドになってるデメリットっていうかはないです。ないですね。そのステアリングフィールとか、はい、そのコーナーとかニュアンスがちょっと違うぐらいなもんで、うん、あと乗り心地が若干
そこダウンでストロークなくなってる分、うん、少し突き上げを感じるぐらいで、うん、でもかっこいいからね、かっこよく出来上がってるから我慢してくださいっていうネガティブな部分ってほぼほぼ感じられないね。ないですよね。ないね。普通な感じだね、はい、うん、全然いいと思います。全然ありだな、やっぱり。まあ今更だね、なんか僕らも結構台数作ってるから今更言うのもおかしな話だけど、うん、いやもう安定ですよ。安定ですね。安定です、間違いない。なんかこの足の動きとかこういうのってやっぱりそうだよな、はい、ゲレンデっていうことで全て許容されてしまうというか。そうですね、いいでしょみたいな、はい、まあ、乗り心地求めるんだったら買わないですからね。そうです、そもそもがね、はい、だからってトラックみたいな乗り心地じゃないじゃないこれは。そうですね、うん、全然普通の乗用車に近いし。だもうこのスタイリングと、うん、はい、現代装備と、はい、はい、まあ言ってもオンリーワンですからね。そうですね、はい、このスタイルとか乗り味とか。だってもうこういう古典的な形の車ってなくなっちゃったじゃないですか。そうですね、言ったら本当にラングラーぐらいじゃないですか。うん、ですよね。ですね、やっぱりラングラーとかもう相変わらず売れてるじゃないですか、はい、中古でも新車でも、はい、やっぱ売れる理由って分かりますよね。その絶対的な乗り心地の良さとか高級感とか、絶対的ななんていうのかな、こうエンジンパワーとかを求めてるわけじゃないじゃないですか、その辺を欲しい人たちって。ある意味個性だったり、そうですね、はい、他の車では味わえない、うんうん、そうですね、他の車で味わえないこの味じゃないですか。そうだよね、うん、最近みんな本当に車がこういろいろこう何ですか、個性が、うん、没個性になりなってく傾向じゃないですか。なんか傾向だね、うんうん、そんな中でこんな個性が強い車はまだ残ってるんですよ、うん。だから言ってみたら普通に乗れる、普通に足として使いながら非日常も味わえちゃうみたいなところも あったり、ね、そうですね、するわけじゃないですか。だそういうところを求める人たちにはやっぱり、うん、絶対買いの一台ですよね。63でも 400D でも 350D でも、うん、だって今の時代にラダーですよ。ディフェンダーですら捨てたラダーですよ、ね、そうだよねだからもうなんか例えば、はい、セダン、はい、クーペ、はい、カブリオレ、はい、SUV、はい、ミニバン、はい、ゲレンデで、そういう車種だね、なんかねそうですね、もうカテゴリーになってます、ね、うん、そうカテゴリーだね、はい、うん、いやでもさっきメカニックの人ともちょっと話したんですけど、うん、アクラポってやっぱりこうトラブルがないというか、はい、割れたって聞いたことないよねっていう。僕もずっとメーカーやってて、うん、もうそれこそ数えきれないぐらい、多分100台以上つけたんじゃないですか、ミニとか、うん、もうなんかトラブルっていうトラブル聞いたことないんですよ、うんうんうん、1回だけ、うん、重低音がすごすぎて乗ってらんないって言って、うん、つけた直後に外したお客様でいらっしゃいましたけどいや本当腹に響いちゃってダメだって言われて、低音すごいじゃないですか、うん、でもこれ全然そんな感じじゃないですけど。だね、メニューだと特にその遮音材とかも少ないから。あ、そっか、もうすごい低音するんですよ、うん、うーん、基本音を求めて作ってないですからね、アクラポって、うんうんうん、いやでもクオリティ本当高いよね。もう普通のステンのやつでもチタンのやつでも、うん、大体チタンってね、大体というかまあ割れたりっていうこともなくないじゃないですか。はい、なくないですね、うん、なんでそれは金属にその柔軟性があるとかないとか、もう僕専門じゃないと分かんないですけど、うんうん、ちゃんとなんかそういう振動とかも全部考えられて、剛性とか、はい、うん、いやでもなんか、うん、こう無駄にアップダウンしたくなって、ね、はい、うん、楽しいですね。でこのゲレンデが今もうたく
くさん走ってる都内でも、うん、注目度 120% なのはもう僕が保証します、うん、これを。どういうこと？あ、この車がね。この車が走ってたら、はい、はい、さっきからあの、はい、周りの車の視線が熱いです何何何ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう良さの再確認でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、パーツ代計算しましたら、うん、まあ、ラッピングなんか、まあ、金額発表してないですけれども、ざっくり大台は超えるとてつもない、はい、でございました。そうですね。なんで、まあ、パーツ止めの金額高いですけども、うん、後からやろうと思うと、まあ、当然もっと工賃だったりだとか、うん、細かい部分もかかってきますんで、はい、まあ、後から作ろうと思うとかなり、そうですね、まあ、お得な車なんじゃないかな、はいはい、でやっぱりゲレンデこれだけ増えてくると、うん、このぐらいインパクトがあるのはね、並んでもおっってなりますから、ね、はい、ぜひどなたか気になる方がいらっしゃいましたらお問い合わせください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG G63 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。